こんにちは、ナナです。今日はずっと行きたかったカフェに来てます。今日はメアリと一緒に待ち合わせしてるんですけど、今日はカフェランランさんにお邪魔してます。この可愛いスイーツ見てください。めっちゃ可愛くないですか？メアリを来るのを待ちたいと思います。私は初めてで、メアリが一回来たことある。来たことある。言ってたんですけど。久しぶりすごい。一緒に食べます。マフラー美味しそう。いくよ。うん。いっせーのせ。お、一緒。一緒。いいよ、じゃあ。メアリこっちにする。よいしょ。メアリ、いちごマスク。いただきます。いただきます。じゃあ、自撮り版で。二人ともマカロン。マカロン。めっちゃ二人とも好きなよね。好き。大好き。マカロンを食べます。やった。最高。こっちじゃない。あ、逆。ありがとう。いつも持ってる感じのやつ。セイカと、セイカもこれ次回にしとるけど、あ、でもそのままピッてできる。そう、そのままこうやってやって、いつもは黒のトムスにしまっとんやけど、入らせて。かわいい。幼稚園くらいから。あ、幼稚園から使ってる。すごい、長い。どんな匂い？何匂い？あ、でもいい匂い。何の匂いか分かんない。甘い。うん、甘め。でも甘すぎないみたいな。これは資生堂のバラ園っていう香水が入ったやつを印に入れ替えた。へー。あ、いい匂い。お花の匂いする。これは髪石鹸。ああ、なるほどね。確かに。そうしたんだけど、うん、あと6個ぐらい持ってる。かわいい。これ最低3つぐらい持ってる。かわいい。なんかこの下のあれと合ってる。あとる、うん、あとはハエのコンタクト。かわいい。荷物は少なめ？いつも持ってる感じ。かわいい。どこの？わかんない。わかんない？
雑貨屋さんとかで買った。うん。紫色は可愛い。うん。なんか奈々ちゃんっぽい。可愛いです。可愛いです。あなたも可愛いです。これは、うん、なんか、うん、タブレットみたいなやつ。なんか初めて見た。うん、食べさせてください。辛いです。あ、本当に？食べてください。頑張ります。背持ってる2個も多くない？虹色っぽいやつ。なんかこれ白くなるから良い。はい。あとハンカチとかポーチとかこういう感じ。除菌入っとる。今は大事ですので。あと鏡とかリップとか。この前日傘兼普通の傘使ったんですけど、メゾンスクールで折りたたみ。あ、やっぱそうなんや。なんか袋見てさ、そうかなって思った。めっちゃ可愛くて、なんかシンプルだけど、ブルーリーが着てて、可愛いでしょ。あれ、傘入れるだけど、今外にあるからちょっと水入れてたんで、もちろん巾着を持って。可愛い。可愛い。こんな感じでーす。いつもと違うの。それ以外は定番？定番、リップの、リップは、はい。じゃあ2人の持ち物紹介でした。突然始まったけど、じゃあこれからも食べますか。食べましょう。いただきます。和風としょっぱいの。かわいいミニミニ。めっちゃいい感じで、ね、いいね。一口で食べれそう。マジ？うん、うんうんうん、おいしい。うんうん、チーズ、チーズ、ウィンドウじゃなくて、チーズ、チーズ、彼氏と彼女みたい。キュンキュンする。何キュンキュンする？自分でやって自分でキュンキュンする。で、食べましょうか。うん、肉まんか。うん、美味しい。こういうのもあるの嬉しいよね。なんか本当にお寿司屋さんみたいね。うん、もぐもぐになった。40分美味しかった、ね、美味しかった。すごいお腹いっぱい。ちっちゃいからいろんな種類が食べられる。しょっぱいもないからこうやって顔がね、うん、食べれて美味しかった、うん、みんなもぜひ来てください。お腹いっぱいになったので、そう、次はプリを取りに行きたいと思います。コメントもしてください。じゃあバイバイ。